ねえ、怒ってる？ママ。違うの、エブリー。怒ってなんかいないわ。待って、今なんて言ったの？もう研究所なんかに住みたくない。お家が欲しいの。だから私のママになって。わかったわ、エブリー。あなたのママになるから、今は一緒に戻りましょう。いいわね。ほら。どこなの、エブリー。待って！これからはずっと一緒だよ。子供じゃないの？そうだな、もう一人の方は寝てるわ、かわいそうに。寝かしておこう。ここに数日いれば町まで連れて行けるだろう。ゾイ、ランドリーから綺麗な服を取ってきてちょうだい。ああ、きっと船のオイルか何かで汚れちゃったのね。着替えさせて、温かいベッドで寝かせてあげて、ルーカスの昔の部屋がいいわ。嘘だろ、別の部屋にしてくれよ。ルーカス、静かにしろ。もう使ってない部屋だろ。民宿をやるのが夢だった。夢が叶ってよかったわね。寝かせて、スープを温めるわ。いい子だね、綺麗にしてあげる。みんなもらった。何？お姉ちゃん。寝ちゃってたみたい。おやおやおや、ようやく起きたみたいだな。まずいコーヒーの匂いで目を覚ませよ、ルーカス。大丈夫かい？昨日の夜は嵐でみんな大騒ぎだったからね。うん、大丈夫。でもすっごく変な夢を見てた気がする。小さい女の子が。朝ごはんを食べ終わったら、ルーカスを連れて嵐の被害がないか調べてくる。お前たちも家の周りを確認して。それはいいアイデアね。前のハリケーン覚えてる？最初は被害が少なくても、次に雨が降ったら大変なことになったんだから。よろしくお姉ちゃん。俺たちを置いて出て行こうっていうのか。新しい妹に会いたくないのかい？お前は礼儀ってもんを知らんのか。それは育てた親への態度か。ねえママ、こっちだよ。こっちに来ないで。ママ、こっちだよ。落ち着いて。落ち着いて。思い出してきた？何？あなたは誰？家族になれるって言ったのに。一体何を言ってるの？そう、言ったのに！
私もう待つのは嫌なの。これ見て。何？どうして？思い出さなきゃダメ。そうすれば家族になれる。これで思い出した？ええ、エブリン、思い出したわ。じゃあまた家族になってくれるよね？いいえ、ダメよ。家族にはなれない。これまでもこれからもあなたと家族になんてならないのよ。じゃあいい、お前なんていらない。嘘つき。やめなさい、エブリン。あいつが待ってるよ。私のためにやってほしいことがあるの。やめて、イーサンから離れて。なんで？こいつはお前を愛してない。私が愛させてあげるの。感染させて人を支配するのか。彼に触らないで。イーサンを傷つけるのは私じゃないって言ったでしょ。彼に何かしたら。どうする気？お前はママじゃない、そう言ったよね。あのクソ女とゆっくり。殺せ。全部お前のせいなんだ。イーサン、安心して、大丈夫。私を傷つけるつもりはなかったんです。そいつを殺して。ママよくもやりやがったな、このクソ野郎が。お前も味わいやがれ。こいつパパになりたくないって。それじゃあ殺すしかないね。じゃあ次はママがお前を殺す番だよ。お前も家族にしてやる。そうしたらきっと少しはお行儀よくなるよね。俺は本気だぞ。やめろ、私に近づくな。